前回の男性不妊症と診断されましたの動画に対してたくさんのコメントやメッセージありがとうございました。まあその中のコメントでそのふみくんから告げられたその後の、まあ、私の思いを聞きたいというコメントがありまして、とても気にかけてくださったりと心配してくださる方がいらっしゃったので、まあ、私の率直な今の思いを皆さんにお伝えできたらなと思います。ちょっと一人でこういう動画を撮るのが、あまり慣れていないので、ちょっとね話し方とか詰まっちゃうかもしれないんですけど、その辺はすいません。前回の動画の中でふみくんがかなみにはたくさん支えてもらっているみたいなお話があったと思うんですけど、まあ、支えてもらっているのは私の方で、ふみくんと付き合って2年目ぐらいの時に、もともと私会社員だったんですけど、そう、まあ、会社員を辞めて、まあ、いろんなことをちょっとやっていきたいなっていう時に、まあ、なかなかねこううまくいかず、まあ、貯金も底をついたりとかして、まあ、精神的な面でもお金の面でも支えてもらったりとかあったりして、そう、もう本当にふみくんには私こそ支えてもらってばっかなんじゃないかなって思うぐらい支えてもらってます。支えてもらってて、本当にもうその時を振り返っても、あの時にねふみくんがいなかったらもう今の私は本当いないんじゃないかなって思うぐらい感謝してて、そうだからなんかそういう面でもやっぱ前回の動画を見て、まあ次はね私がふみくんを支える番なんじゃないかなっていうふうに思いました。で、まあもちろん妊活も大切だし子供もまあ欲しいなっていうふうには思うんですけど、まあでもそれよりもやっぱりふみくんの存在が何よりも大切だし大事で、なんかまあ他のものと比べることができないくらい本当に本当にふみくんは大切な存在で、だからふみくんが楽しそうで、まあ、いつもの姿に戻ってくれるのが今一番私が望んでいることです。結構私はどっちかっていうとシャイで、もう出会って4年半ぐらい経つんですけど、いまだにふみくんになんか好きとか言われるとちょっと恥ずかしくなっちゃったりとか、こう面と向かって目合わせて愛情表現をするっていうのが、まあ、ちょっとね恥ずかしいなっていう部分もまだまだあったりとかして、まあ、そんな中でも、まあ、昨日のふみくんの悲しそうな表情を見ているとなんか恥ずかしいとかそんなことを言ってる場合じゃないなって、自然と恥ずかしいなんていう感情は出なくて、まっすぐに思いを伝えることができたなって。本当にふみくんはいつもいつももうマックスの愛情を注いでくれて、その今まではふみくんの愛情を受け取ることばっかりだったんですよね。だからふみくんのたくさんの一生懸命の愛情を包んであげたいなっていうふうに思いました。たくさん幸せを与えてくれて、その幸せを分け合うことが私の一番の幸せで、またね今後たくさん辛いこととかあると思うんですけど、その分だけ大きな幸せは絶対に訪れると思うので、ほんとふみくんを全力で支えてあげたいなと。二人の中でこう
持ちつ持たれつっていう言葉をねすごく使っていて、やっぱり二人がいなかったら今のお互いがいなかったら今の私たちはいないし、こうどっちかが一方が何かしてあげるっていうよりもお互いがお互いのためにこう何かしてあげたいなって思える存在で、なのでふみくんが結構頑張ってて、こう一人で何か乗り越えようとしてる時とかは持ちつ持たれつだよとか言って、結構ねふみくんもそれで気持ちが和らいだりとかしてくれてたりもしたので、私もねちょっと今回は本当にふみくんのことを支えていきたいなとより一層思いました。まあ、実際ふみくんまだ少し元気なくって、なんか心なしかちょっと笑顔が減ってるんじゃないかなっていうふうに思ってて、まあなので次の休日の日にふみくんの大好きな、ふみくんがずっと見たいと言っていたコナンの映画を見に行きたいと思います。チケットも実はもう取ってあります。あんなね大きな体してほんとコナン大好きなんです。編集と編集の合間ちょっと休憩がある時とかはかなみコナン見ようって言って誘ってくれて、もう私もそれすごいハマって一緒に見たりとかしてるぐらい好きで、そうほんとなんか可愛いんですよねすごく。でまあ私がふみくんの笑顔を見たいのはもちろんなんですけど、ふみくんのことが大好きな皆さん、まあ、最近ねちょっとふみくんのファンが増えてきて嫉妬はしていますが、っていうのは冗談で、ふみくんの、まあ、元気な姿をね皆さんにお届けしたいなというふうに思っているので、次の動画はコナンの映画を見に行く日、ふみくんを励まして元気になってもらおうみたいな一日をお届けしたいなというふうに思っております。改めて皆様励ましのメッセージやコメント本当に本当にありがとうございました。ふみくんはもちろんなんですけど、私もふみくんと一緒にコメント全部読みました。正直多分私の言った伝えた言葉と同じぐらい皆さんのコメントがふみくんの励ましになった気がします。あの動画を出すまでは本当に本当に落ち込んでたし、久しぶりに初めてぐらいかな、あのぐらいふみくんが落ち込んでる姿を見たのは。でも一個一個全部ちゃんとコメント読んで、一個一個読むたびにふみくんが励まされて、ちょっと気持ちが落ち着いている様子を見れて、もう本当皆様には感謝しかないなっていうふうに思ってます。ここからねふみくんの元気を取り戻すのは私の役目だと思っておりますので、次の動画ではふみくんのたくさんの笑顔を皆さんにお届けできるようにしていきたいと思います。ありがとうございました。